こんにちは、松井さん。スマホのトラブル、動画アップロードのトラブル、いろいろありますよね。ということで、松井さんもなんかこうアップロードがね、重複してしまって削除すると両方消えちゃうみたいなこともあったと思うんですけども、これ私も思い出あるんですよ。というところでね、今回はですね、動画のアップロードをする際にトラブルがいろいろ起きると思うんですけども、このね、トップ10をちょっと考えてみることによって、実はね、これアクセスアップにものすごく重要なんですよ。だから要するに、自分の動画のアクセスをアップしようと思うと、多くの人に検索してもらわないといけないんですよね。じゃあ、最も多くの人が検索するキーワードとかお困りごとって何かなっていうふうに考えていくと、スマホでどんなトラブルに巻き込まれるのか、トップ10みたいなことをやっていくと、これはなかなかいいんじゃないかなと思うんですよね。そしたら多くの人が困ることをランキングにしてるわけですから、それはね、多くの人が困っていることがそのサイト、もしくは動画に書いてあるってこと、出ているってことになりますんで、検索おのずとされるわけですよね。ということでね、今回はね、動画アップロードトラブルトップ10という形でいろいろと調べてみると面白いことが分かったんで、一部レポートしようかと思いますんで、よろしくお願いします。まずね、 YouTube 動画のアップロードに時間がかかるというふうな問題が多くの人に寄せられているみたいです。私も同じです。例えばね、動画撮るじゃないですか。ちょっと長くなっちゃって15分ぐらいになりました。15分ぐらいの動画です。で、アップロードをスマホでするんですよね。そうするとなんか30分経ってもずっとこうアップロード中ですよっていうマークが出たりとか、なんか場合によって1時間過ぎてもまだやってるんで、おい、ちょっと落ち着かないな、いつになったら動画上がるんだよとか思っちゃうわけなんですよ。通常ね、やっぱ15分ぐらいの動画だったら、まあ、いい感じでいったらね、もう3分とか5分あればもう十分上がってるはずなんですけども、遅いなと思うんですよね。じゃあ、なんでそういうトラブルが起きるのか、そういう場合はどのトラブルに対してどういうふうな対処法があるのかってことが一番上に出てるといいかなと思いますよね。で、今回その説明までちょっと割愛します。じゃあ次ですね、どんなトラブル、どんな疑問がスマートフォンの動画アップロードの時にあるかっていうことで、ランキングの2番目、これをね、紹介したいと思います。先ほどの方は1番だったんですけども、2番目、YouTube のアップロード時間は平均何分ですかっていう質問が多いです。これね、平均5分なんですよ、答えを言うとね。だから5分前後でも上がらないってことは、ちょっと何か別のトラブルがあるなとかね、 Wi-Fi 環境がちょっと切れてるかなとか、自分の動画の扱えるギガ数がもう限界いっちゃってるんじゃないかなっていうことを疑った方がいいってことですよね。で、3つ目ですけども、15分を超える動画のアップロードをする際ですよね。この辺のトラブルシューティングもトップ3に上がってきます。で、ここまで見ているとね、分かるように、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーと動画を作ってる人に対しての多くの方がね、感じるトラブルや疑問とかつまずきっていうのは、結局動画作ったんだけどアップロードする際にちょっと時間がかかりすぎてるよとか、うまく上がらないよっていうね、こういう問題が多いんですよ。だから動画アップロードしたけども利用規約に引っかかっちゃったとかね、動画アップロードしたんだけどもうまく再生されないっていうのは、別に悩みのトップ3とかトップ5とかトップ10には入らないんですよ。上から順番に3つっていうのは、どれもこれも動画がうまくアップロードできませんってやつなんですよね。確かに動画のクリエイターとしては、自分の作った動画がね、いつまでたっても YouTube っていう市場に上がらないってことは、せっかく作った甲斐がないですからね。ここに対して一番人は疑問を感じてるっていうところなんでしょうね。まあ、トラブルがなく上がることがほとんどなんですけどね。だからこそトラブった時に動揺しちゃうんですよね。ということでね、今回私は YouTube で動画アップロードスマホからする際に人はどんなことに困ってるのかっていうトップ10のうちの上の3つをお伝えしました。ほとんどだから上の3つ一緒なんですよね。だから細かいところが違うから3つの疑問に分かれちゃったんですけども、基本的にはほとんどの人が動画が正確にいつもの時間通りにアップロードできてないってことにストレスを感じて、検索して問題解決を探しているっていう現象が見るのかなと思いましたんで、これからもね、アクセスアップをしたかったら、多分あなたの動画がなかなか上がらないのはこういう原因なんですよというふうなことを動画で喋ったりすればいいのかなと思いました。そういう意味ではね、今回の松潤さんのようなこともきっとですね、検索される候補に上がると思いますんで、原因はこれでこういうふうに解決しましたっていう動画が上がっていくといいなと思いますね。それでは失礼します。いつもお疲れ様です。